それでは第3部を始めさせていただきます。第3部の最初はゲストの大戸のり子さんと私、そしてカンツォーネパラディーゾスペシャルカルテットでスタバットマーテルという作品の中より1曲演奏させていただきます。スタバットマーテルというのはラテン語で悲しみの聖母という意味で、息子イエス・キリストが処刑された際、母マリアが受けた悲しみを思う内容となっています。13世紀に生まれたカトリック教会で聖歌として歌われていた詩であり、中世以降西洋の多くの作曲家がこの詩に曲をつけています。今日演奏いたしますのはその中でもロッシーニ作曲のスタバートマーテルの第3曲、涙を流さないものがあろうかという女性のデュエット曲です。Thank you.
皆さんの歌に戻ってまいりましょう。第3部2曲目は辰巳茂樹さんの演奏で、昭和26年伊藤久夫さんによって歌われた恋を呼ぶ歌です。Oh.
西村誠一さんです。1955年アメリカ映画母上の主題歌 Love is the many splendid thing、 愛は多大なるものです。よろしくお願いします。テーマ曲で、せ、もし、石川景子さんに歌っていただきます。
川さん、素敵な歌をありがとうございました。それでは次は細田信義さんで、どんなに愛を伝えても思いを返してくれない釣れない恋人のカタリーナに歌うカンツォーネの名曲カタリカタリを歌っていただきます。私と一緒に歌っていただいた大戸のり子さんとシルバーの村トーレさんです。お二人はご夫婦で日本とイタリアを行き来しながらイタリアの最新の情報をいつも教えてくださいます。私が学生の頃に教科書で学んだ型にはまった発声法や歌詞の解釈がボロボロと音を立てて崩れ去るような、まさに目から鱗が落ちるワクワクするようなレッスンをしてくださいますので、そこで得た知識を私なりに噛み砕いてカンツォーネカフェの皆様と共有できればと思っております。今日歌っていただきます曲はロッシーニのアルプスの羊飼いの娘とナポリ民謡ファルボのかの人に伝えてです。曲についてはお二人から解説していただきます。皆様こんにちは。このアコーディオンで歌を紹介したいと思うのは、非常にアコーディオンって歌と同じ声の音の幅の広い楽器でとても楽しくなるからです。で、先に紹介いたしますのはロッシーニのアルプスの羊飼いの娘。ロッシーニはオペラの筆を追ってからいろいろな小さな美しい作品をたくさん書いております。先ほどのスタバートマーテルもそうですし、
それからこれは音楽の夜会という歌曲詞を書いています。でここではチロル地方のリズムによって、でアルプスの少女ハイジのイメージ、ヨリロイホイホー、このヨーデルの感じですね、それを含めてロシーニが書いております。言ってる内容は、私はとっても可愛いアルプスの羊飼いの娘、あなたに花とか果物たくさんあげるわ、もし夜道に迷っても私の家に来てちょうだい、絶対道教えてあげるから、でも私の好きな人は一人だけよ、それを言っております。恋してるって伝えてちょうだい、もう自分の気持ちはとっても抑えられない、それを1番2番言います。3番、あなたの目に涙が溜まった、もう嘘は言わない、もう嘘つくのやめましょう、本当はあなたが好きなんです、こういった熱い恋の告白です。で1番と3番はナポリ語で、2番はイタリア人の詩人が日本語で歌います。
素晴らしい演奏ありがとうございました。はい、それでは、最後に私も一曲ナポリ民謡を歌わせていただきます。ナポリからアメリカに移民することになった心の苦しみと悲しみを一時は忘れようとしたけれども、ナポリの美しさを見たらとても忘れられない、そう言って嘆く歌です。なりました。カンツォーネの名曲中の名曲を2曲続けてアコーディオン伴奏していただいて、みんなで歌いたいと思います。オーソレミオとサンタルチアです。字幕が出ますのでネット配信でご覧の方もぜひ一緒にお歌いください。
それではサンカルチャー、じゃあ藤野さんに上がっていただきます。では最後の曲になります。サンタルチアです。注意をしながらコロナに負けずこれからも頑張ってまいります。皆様今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。